こんにちは。では引き続きこちらの靴の作業を続けていきたいと思います。で、今回はこのコバにウィールを回す作業をやります。で、ちょっとこういうカジュアルな靴の場合に、やったらいいかなっていうウィールの回し方を今回はやってみたいと思います。では少しウィールの方を温めます。でこちらはコバを水で濡らしておきます。この状態でウィールが温まるまでしばらく待ちます。はい、ではそろそろウィールが温まりましたのでウィールをかけていきたいと思います。で、今回は普通のかけ方とはちょっと違っていて、このコバのこの角にこのウィールを回すようなイメージでぐるっと回していきたいと思います。で、無色のコバを作るので無色で仕上げますので、今ウィールは温めましたけど、そこまで熱くない状態で、回していきます。なので、コバはしっかり濡らして刻めるようにしておきます。ではやっていきます。通常ならこういうまっすぐ当てますけど、そうじゃなくてこの角を狙ってこういう感じで角度をこう寝かすような感じで当てていきます。はい、一回回すとこんな感じでコバの角を潰してギザギザにするようなイメージですかね。はい、これでまず一回目のあれで下地ができたので、これを何回か繰り返してもうちょっとこう刻みを深くしていきます。はい、ではこれから2回目回していきたいと思います。もう一度コバを水でしっかり濡らします。で、熱すぎない状態のウィールをもう一回同じところを回していきます。
はい、これで2回目を回しました。1回目は角を狙って回したんですけど、2回目はちょっとそれを立てる感じで内側の方にも、このギザギザが刻まれるような力加減でやってます。で、ウィール自体がそんなに厚くないので、最初スタートの方は結構深く入っていくんですけど、こっちの方がもう熱があんまり終わりの方がないので、そういう場合は、再加熱してこっちこの辺からまたもう一回回し直すみたいなことをします。深くないこっちの方をやっていきます。もう一回回します。はい、ではもう一回今度は近くでやってみますね。もう一回濡らしまして、しっかり濡らして温めたウィールをある程度冷まして、でかけていきます。ギザを合わせて、ギザを合わせて、今はだいぶこう靴のアッパーに近い方に力を込めてやっています。そうすると、まあこのように結構なんていうんですか、ラフ荒々しい感じでこうウィールの目が刻まれます。で、今回使ったのは9番、ちょっと普段使ってるのに粗めの番手で刻むと、まあこんな感じでなります。で、色もちょっと今濡れてるので濃い状態に見えてますけれども、これが乾くともうちょっと白っぽくなってきます。で、まあこの色のムラの感じも、これ乾くとちょうどこのカジュアルなコバが出来上がる感じです。で、これ、面取りはしません。最初に、角に当てて潰しているので、これはこのままこの感じを生かして仕上げます。なので、コバゴテは、かけません。かけずに、イチョウゴテみたいなので
側面だけをこう潰すというか、そんな仕上げ方をしていきたいと思います。これ良くないですかね。なんか焼き菓子みたいな色合いになって美味しそうです。こんなウィールのかけ方もあります。でこれは比較的、こうまっすぐかける、通常のマッケーのウィールのかけ方より簡単です。ずれにくいです。角を潰してから、内側にギュッと入っていくようなかけ方でやるとずれることが少ないかなと思います。まあこれは、カジュアル靴にしかあんまりやらないですけれども、まあこんなかけ方もあるということで今回この靴でご紹介してみました。ちょっとこの普通のマッケーのコバのウィールの下地とこれ今やってる靴のカジュアル靴のまあ下地でもないです。これはもう色も何もつけないのでこれで仕上がりなんですけど、比べると多分こう雰囲気が全然違うと思うんですけど、普通にまあやってくマッケーの場合はここからもっと綺麗に仕上げていきますが、こっちはもうこの荒っぽい感じの美味しそうな感じのコバで仕上がりです。比べるとだいぶ違うと思います。それだけです。